定年後の生活、習慣、健康。生活習慣病という言葉があります。これって生活習慣で病になるから、これを逆にすると健康生活になるんじゃないかなんてことを考えたのだよ。精神も体も若く、まあそういう体にするには急には無理なのだよ。習慣としてできることを、結論は3つしかないんだよね。1つは運動、できる範囲のこと、続けられることやりましょう。そして食事、健康に気を使うのもいいけど、たまには自分の食べたいものも、そして精神的なもの、ゆとりのある生活、笑いのある生活、それでもって自分なりの素敵な習慣で健康でいきたいな。